ナトリウムカチオンとベンゼントの間のカチオンパイ相互作用カチオンパイ相互作用は電子豊富なパイ電子系と近接するカチオンとの間に働く非共有結合性の分子間相互作用である単極子と余栄極子との間の静電相互作用に由来するカチオンパイ相互作用のエネルギーは水素結合や塩橋の強さと同程度であり分子認識において 重要な役割を果たしている。ベンゼン艦の上下のパイ電子系は、よえ、極電化分布を生む。パイ電子系のモデル分子であるベンゼンは、CH 結合の分極が、分子の対称性によって打ち消されるため、全体としては、永久双極子モーメ面とを持っていない。しかしながら、ベンゼン艦の上下の電車豊富なパイ電子系は、部分不電化を有している。この挟み込む、 不電化との釣り合いを取るため、便ン,ン中の原子が存在する平面上に静電荷が生じ、その結果として便ン,ンは永久電気余液極子を持つ。そして、負の電荷を持つ π 電子系は静電荷を持つイオンと好んで相互作用する。カチオンパイ相互作用は水素結合と同程度の強さを持つ分子間力であり、様々な場面で重要である。 溶媒とともに、カチオンの性質、パイ電子系の置間気などいくつかの条件が、この相互作用の強さに影響を与える。静電気学に従い、より小さく、より電化の大きいカチオンが、より強い静電引力を生む。ベンゼンとアルカリ金属カチオンとの相互作用の大きさを、基礎における、ギブズエネルギー変化により、可表に示す。このように、イオン半径は、 価値音牌相互作用を大きく左右する。典型的な置換器を持つベンゼンと NA との結合エネルギー置換器の静電的特性もまた相互作用の強さに影響を与える。電子吸引性もとは相互作用を弱めるが、電子共有性もとは価値音牌結合を強める。いくつかの置換器についての関係が渦に示されている。この効果の起源は、 パイ電子系への寄与で、しばしば説明されるが、最近の計算結果によって、置換器とカチオンの直接的な相互作用が第一の理由であることが指摘されている。溶媒も相互作用の相対的な強さを左右する。溶媒分子が存在するとどんな溶媒かに関わらず、相互作用は弱まるため、カチオンパイ相互作用についてのほとんどのデータは、 相互作用が最も顕著に現れる基礎における値である。また、溶媒の極性が高いほど相互作用は弱まる。ニコチニアミドアセチルコリン受容体のトリプトファン残機へのカチオン性のアセチルコリンの結合はカチオン対相互作用による。自然におけるビルディングブロックのまた方向属部分を含んでいる。トリプトファンやチロシンのアミノ酸即差や DNA 塩基などはカチオン種と結合することができる。故にカチオンパイ相互作用はタンパク質の三次元構造の安定化において重要な役割を果たしている。カチオンパイ相互作用の別の役割はニコチン性アセチルコリン受容体においても見られる。ニコチン性アセチルコリン受容体は内因性のリガンドであるアセチルコリンと4級 アンモニウム塩とのカチオンパイ相互作用によって結合する。また、スクワレンカン化酵素による反応の繊維状態であるカルボカチオンの安定化に周囲の方向属アミノ酸とのカチオン、パイ相互作用が寄与していることが示唆されている。多くの点においてアニオンパイ相互作用はカチオンパイ相互作用と正反対であるが基本的原理は同一である。 アニオンパイ相互作用の例はこれまでにほとんど知られていない。不電化を引き付けるためにはパイ電子系の電荷分布を逆転させる必要がある。これはパイ電子系に複数の強力な電子球引き製元を配置することで達成される。アニオンパイ効果は特定の影音に反応する化学センサーにおいて利用されている。ありがとうございます。